皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、6月の30日、21時4分、先ほど、試合の途中経過を見たんですけども、まあ、ロッテさんの方が、6対0で、勝ってまして、まあ今日の試合、まあ、無難に、勝利を収めるだろうなというところですね。で、まあ、今日横浜 DeNA さんが負けたのは、まあ残念な結果なんですが、まあその頃、阪神タイガースが、6対1ぐらいで勝ってたんでしたっけ。で、まあ 5対1でしたっけ。ちょっとしっかりした点数を覚えてないんですけども、まあ、阪神タイガース勝つんじゃないかなと思ってたんですが、逆転されて1点差で負けて、で、片や楽天イーグルスさんが2対1、1点差で勝ててると。まあ、僕からのその、まあ、言ってた、ね、内容のオーダーに、対応してくれているなという、試合結果の出方だと思っています。まあ、阪神タイガースが楽天、さんを支えると、まあ、そういうふうな形になってるように結果を見ると、見受けられます。まあ、今シーズンあともう少しで、明日からまあ7月でオールスターという、まあ、オールスター目前という形でそこから先は、後半戦ということにまあなりますが、まあ、少し早いですが、皆さん、お疲れ様でした。それと、まあ、パリーグ、なかなかゲーム差が、その、ソフトバンクさんの方が、だいぶ、ゲーム差つけてますが、まあ、セリーグはなんとか状況を持ち直しまして、横浜 DeNA さんが、今2位。で、広島さんが1位であると。まあ、ゲーム差3ゲーム差なので、まだまあ、なんとかなるかなというところですね。まあ、その、まあ、パ・リーグですけども、2位、3位に、楽天ロッテというような形が無難だなというのが、まあ、感想ですね。その、クライマックスシリーズになった時に、例えば、2位、3位のチームの試合がパリーグでもセリーグでも、多分同じ日だとか同じ時間帯にあると思うんですね。で、そうなった時に、まあ、僕はどういうふうに対応しているのか、というところですね。その、もしかしたら、ダゾンとかに加入して、対応しようとしてる可能性もあるでしょうし、そうじゃない可能性もありますし、まあ、その辺のところはまだわからないですね。まあ、今日に関しては今のところまだ、遊んでいません。で、それと、まあ、18時前にシャワーを浴びて、まあ、食事もその前に食べてと。まあ、阪神タイガースなどの試合が終わった、13時30分や14時から試合が行われてた試合が、まあ、終わった後に、まあ、楽天さんの、楽天、イーグルスさんの、まあ、試合が終わってから、まあ、夕食を食べて、シャワーを浴びてと。で、まあ、この後、まあ、晩ご飯というような形ですね。まあ、体を動かしたりしてることもあって、まあ、どうしても、こういう日程の組み方だと、食事の仕方がこういうふうな状態になりますね。まあ、お腹についてた無駄な贅肉とかは、だいぶなくなってきて、まあまあ、ちょっとぐらいは、筋肉はついてきたなというようなところで、まあ、
この間動画で、お伝えしていましたけども、まあ一応ストレートで懸垂10回は一応できるところぐらいまでの筋力は来ました。まあ、ただ、前日とかこう体休めておいて、で、当日、ある程度睡眠、しっかり入れてる状態の時ですね。一応、筋力トレーニングや、まあ、懸垂とか、そういったものをしてますので、腹筋腕立て背筋だとか、まあ、腕の方が結構、まだ、疲れというか、こう、そこそこ、まあ、肉体的な疲労を日々持ちながらと。だからまあ、今日の懸垂の回数12回、その、2本の棒を利用して、全体重を乗せての腕立て伏せ、12回は、それは6回ずつに分けて、に増してるんですね。まあ、合計というような形で、今はちょっと、10回は1日、中1日とか、入れなかったら、多分、懸垂もまだ10回ストレートできないような状態の程度の筋力ですね。一応まあ中学2年生の頃に懸垂12回してましたので、まあまだその頃の筋力よりも、まあまだ筋力は足りてないなと。まあいうところですね。まああとはその後社会人になってからの本当にきつい、肉体労働をしていた時の筋力と比べたらもう腕の太さなんてもう半分ぐらいのものですから今。まあこういうふうな、これ、L だったかな M だったかな、なぜ L の T シャツのもうここはもうパンパンになってたんですよ。その力、すごい力仕事をしていた頃は。だから、まあ、そういう時の筋力と比べたら、まあまあ、まだまだ、大したことないんですけども。まあ、だいぶ少しは、筋力はついてきたかなというところですね。で、まあ、来月も、まだ河川の撮影等しようかなと思って、まあ、加古川に、合流していた河川の、まあ、しじみ川と合流していた箕面川の方なんですけども、まあ、そちらの河川を撮影して、あと、まあ、できたら、以前のその工事をされてたところがどうなってたかっていうところの状況を撮影して、それと、東条川が加古川に合流しているところの地点の、近くの橋、そちらもね、撮影したいなと思ってるんです。そこの、東条川が合流しているところの河川の、近くの橋なんですけども、高低差がかなりあるんですよ。10メートルぐらい。だいぶ水上流の方まで貯水できるな、というような、形状の、場所なんです。だからまあ水溜め込めるその水の量がその位置とかでしたら一般的なダムと同じぐらいの貯水量になってくると思うんですね。奥の方がその緩やかにずっと加古川って北の方に伸びてまして、もっと北の方へ行くと、笹山からの笹山川が合流するような形で、まあ西脇市かその北の日上郡というようなところになってくると思うんですけども、まあ、加古川の上流も西脇市のところで、まあ、二つに分流していて、そのさらに先で、いくつかの河川に分かれていたりとかで、かなり北の方まであるんですね。で、その深さが10メートルほど、もしくはもう少しあったかもしれません。まあ、夜に、以前、まあ、その橋の上を歩いたんで、その途中で、以前のその東条湖とか、東条川の撮影の河川のところなんですけども、最後の方はペットボトルの水なくなって、周り映してももう真っ暗で、何も周りが見えない状態だったと思うんですけども、まあ、ああいう風な、状況だったので、
そのまあだいぶ深さはあるなっていうところまでしかまあ確認できてないんですが、まあまあそのあたりのところとか撮影したりだとか、あとはまあ明石川ですね、明石川に関してもまああの上流の方、まあいくつかの河川に分かれてるんですけども、まあ神戸電鉄の木津駅っていう駅から降りて、まあその近くの河川から明石川のまあ下流のところまで撮影しに行こうかなとも思っています。まあそのあたりも、木津駅は、まあ木、月火水木金の木と、まあ対馬とかの通と書いて木津駅という駅なんですが、確か神戸市だったと思います。神戸市からこう神戸市の西区の方からこう歩いて、まあ明石川へとこう合流していく、合流するというか、まあ最下流のところの近くまでまあ撮影して歩くというパターンですね。まあそれも多分1日がかりになってくるかと思います。まあこれぐらいの時期でしたら19時、まあそれぐらいの時刻ぐらいまではまだある程度その、まあ、雨の日とかではなければ、曇りとかがこうあんまりこう曇ってない日であれば、まあ、それぐらいの時間帯までは、撮影できるんじゃないかなという時期だと思います。まあまあそのあたり、来月、ちょっと撮影しに行こうかなと思ってます。もう神戸市内は、ほぼ、全て、撮影終わりました。各河川、まあいくつかの河川に関してはまあなかなか、発電量が見込める河川があります。住吉川や福田川といったところですね。奥の方までなだらかなので、貯水量がすごくたくさん貯水できると、まあその2つの河川は、期待してますね。他の河川もまあ数がある程度ありますから、まあ、新湊川もそうですけども、そこも、それなりに、発電できますね。まあ向こう側も加古川もその他の河川もしっかりと、河川水門開式玉発電とかが出来上がって、まあ、メタンガス抽出場だとか生ゴミを貯蔵しておいてメタンガスを抽出装置を、まあ、神戸市内だけでも、まあ、1000カ所ぐらいは、1000カ所以上、設置することになってくると思うんですけども、まあそういうことをしっかりとしてですね、あとは燃えるゴミとあと倒木流木、あと枯れてる木、これだけで神戸市内、あと河川の中で河川水門開式玉発電用に、河川の底に生えてる、木とかも、まあ切ってほしいものがあると、それらをすべて合計すると、神戸市内だけで、まあ、10万本ぐらいあります木が。まあほとんどのところで鎌田発電ができますね、小中学校を含めてということになります。燃えるゴミだけになりますから、その生ゴミをメタンガスの抽出場の方に、投棄しておくと、まあ投棄というか、まあまあ溜め込んでおくと、でまあ燃えるゴミの方がまあ4月から、11月ぐらいまで各家庭で溜まったものを、もしくはもうまあある程度は多分4月上旬中旬ぐらいとかも燃やしてるような気がします。家にそんなに長い間置いておけないで、学校に持ってきてもらってる、で学校も結構そこそこ溜まってきたで、そうならないように、まあ4月いっぱいぐらい燃やしてるような気がします。あとはまあ廃屋とかを解体したり出てくる木材ですね。まあそういったところまでしっかりとたどり着けるのかどうかというところですね。あとはまあガソリン車の販売、まあガソリン車の生産停止ですね。オートバイにしても四輪車にしても、まあ、それができるできないのところまでたどり着けるのかどうかというところです。
以上です。長くなりましたけども、本日も皆さんお疲れ様でした。まあ、少し早いかもしれませんけど、まあ、先ほどあのこの撮影がする前に、ロッテの試合の途中経過を見た時に7回だったんです。まあ、21時過ぎで、まあ、インターネットの、まあ、中継だから時間がかかっているのか、まあ、点数がその時見た時6対0でしたので、まあまあ7回ぐらいかなというところの、まあ、得点のその量を見るとというところですね。まあまあちょっと早いですけど、まあまだ試合してるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ本日は皆さんお疲れ様でした。まあ来月もまた頑張って、物事を進めていこうかなと思っています。まあ進めるか進まない、進むか進まないかははっきり言ってもう裁判所とか政府、まあ裁判所も行政なんですけども、そこはどうしっかりと稼働してくるかっていうことになってくると思います。国会議員の人たちや知事、市長、裁判所ですね。これを世界中で早急に行わなかったらもう全然取り返しの効かないところまでもうすでに来てしまってる方ですね。26年前からできてたことですから、あの取り組み始めることができてたことですから、なか最低でもメタンガス抽出場とかはその蒲田発電とかはもう日本中で出来上がっていないと絶対おかしいんですよね。あとまあ河川水門回式玉発電も今頃日本中に設置終わって、多分もう26年前から取り組んでいたら琵琶湖も、日本海に向けてもう開通して、もう電気に関してはガス火力発電とか石炭の火力発電所を全然使ってない状態まで進んでいて、まあオール電化の過程がまあ何件かできてきていると。であとはまあテレビの放送とかの呼びかけで、電気自動車の方たちはできるだけもう夜に充電してくださいと。だから、まあ、家のコンセントみたいなもので良かったんだと思いますよ。もともとまあ、エアコンのコンセントって、まあ、こういう風な形状ですけども、まあ、ちょっと特殊なのかもしれませんけども、電力の消費量が大きいですから、まあ、けど、こういうのでもいいから、まあ、つなぎっぱなしにしていて、例えば10時間とか充電してたら、大体、かなり充電できるとは思うんですけどね。だから夜22時ぐらいから、コンセントをさせてもらったりだとか、21時だとか、23時だとか。で、まあ翌朝まで置いておくと。まあそれで、その夜中の、その、余ってる電力をそちらに回してもらえたら、まあだいぶ違っていたと。まあ、多分26年前から取り組んでいたらもう今頃完成してた頃だと思いますね。だから、まあ、安倍さんとか菅さんとか鳩山由紀夫さんとかもそうですけども、まあ、岸田さんもそうですけども、その光景が多分見れていたと思うんですね。他の議員さんたちも、まあ、僕より若い人でいうと小泉進次郎氏だったり、だからあの時もしスタートできていたらにどうしてもなりますね。もうこれ以上本当に物事の事態っていうものは許されないっていうスタンスで、まあ、裁判所の人たちも稼働していただけたらなとは思います。以上です。皆さんチャンネル登録、着信通知の設定、あと河合さんの動画見といた方がいいよということで皆さんに伝えていただけたらなと思います。まあ暦的にその明日から4月1日ですので、まあまあ半分今年、まあ前半6月30日でまあもう終わりだなというのがまあ私の感覚で、あと残り、半年でまあどれぐらい物事が進みそうなのか、その見通しがつきそうなのか、オリンピックは開催できるのかだとか、本当にもうそういうことがしっかりとできるのかどうか、ガソリン車の生産停止、世界中でできるのかどうかとか、もうするしかないんですよ、選択肢が。
どう考えても。以上です。皆さん長い間、ご視聴ありがとうございました。これからも、ご声援のほどよろしくお願いいたします。